8月29日午前10時24分モーニングショットをお届けしたいと思います、えー、本日でございますがまずドル円は買いから、えー、イメージとして、えー、138円の10ちょうどで買い137の85でストップ、えー、利食いを138円の5060で考えました、えー、なかなか下がってまいりませんで、えー、30割れるとすぐに買いが入ってしまうような状況で今高値が上値443まで なかなかちょっと買いにくい水準ではございますが、押しをちょっと待ってみようかなというふうに思います。ユーロドル、0.995868売りから、0.9980でストップ、0.9910ちょうどで利食い。ユーロ円は137円の2010買い、136の80ストップ、137の6575利食い。ポンド円は16、161円3020買い、 161円ちょうどストップ、161円8090利食い、タイドルは1.171525売り、1.1740ストップ、1.16の5040買い戻し、OG 円は94の6555買い、94の25ストップ、95円の2535売り食い、タイドルは0.6895、0.6905で売り、0.6930でストップ、 0.683020リグイ、ニュージーエンは84の2010買い、83の90ストップ、84の8595リグイ、タイドルは0.614050売り、0.6175ストップ、0.607565リグイのイメージを作りました。 ジャクソン・ホールでのパウエル議長の話から、ですねやはり非常にあのインフレに対処するために、長く金利はこう上げていかざるを得ないということ、雇用に悪影響が出ようとも、やはりそれは今、インフレに対応しなければならないという、マーケットが考えていたよりも少し高派の発言ということで、アメリカのやはり今後のですね、 えー、利上げの幅、時期が、えー、思っていたよりも、えー、大きく長くなるのではないか、でえー、年明けに、えー、利下げをもというような思惑も一部マーケットにありましたが、それを否定するような形で、えーまあ、コメントをしているという状況もございまして、やはり、えー、米金利がじりじり上がる状況となっています。 えー、まあ、どこで要するにドル買いをしていくかレベル間でのショートはちょっと触れない状況なので、えー、やはり138円の前半なのか、えー、7円台がまで押しがどこかであるのか、えー、マーケットのポジション傾きを見,見ながらですねやはり、えー、買い場を探してガザラを得ないかなとそんな風にイメージをしております、えー、また何かございましたらぜひよろしくお願いしたいと思います、えー、簡単でございますが、えー、本日、えー、モーニングショットこの辺で終了でございます